悔しかったよな、黙れって言われた。結構来てるんですか。おぐやねん、どうやろな。みんなに言われんねんけど、大学の時のアメフト部の185センチ120キロのやつに、お前ぐらい食えたらええのになってやっぱ言われたことあるから。それはほんまの大食いやわ、うん、でっかい丼が出てくるみたいなね。ご縁や。いや、いいね。ちょっとこれもう行ってみたいと思う。これ挑戦する。いいよその合図。メガ盛りって どれぐらいなのこれ。不安やねんけど。400g つってな。やばいやばい。大食いをさ、肉の丼でいうとパルピ丼行きました。 2kg。 あれ以来、あれ以来やから。あれしかも初戦敗退、30分で完食できなかった。まあまあ判定でっていう感じやったから。いやいや、ほんまに、うん、まあまあ、2ラウンドノックアウトって感じ。上からの肉、横からの肉、下目からの肉、下にはキャベツも挟まって、なんとも肉楽しいほどうまい。意外とあっさりなんです。着弾しましたけれども、鳥皿もついてます。どうぞ。不安になるよ鳥皿用意され。全然いける。焼いてはるから油とかも落ちて、うん、ちょっとあっさり、うん、ただご飯ここまで来てはるんすね。もう舌立ってるからね。はみ出し豚肉ですから余裕やな。あ、いけそうですか、うん、いやー、うまそう。紅生姜いい、なんか映えるな。紅合うね。合います。豚肉の甘さと紅生姜の酸味、うん、やっぱね紅合うわこれ。まあ紅生姜って言ってほしいですけど、年頃の女の子とこの豚丼には紅が合う、はい、ええわもうそんな紅引きの紅とね。いや、いいんですよそんなグロスの方が。紅って言わないんですよ、うん、ほんで今はちゃんと食べさせてくれる味っていうか、優しい、うん、ただただ濃いとか粗い味ではない、ちゃんとして繊細な味。単純うまいわ。これ1000円安いな。いや、この量1000円やったらね、うん、似合うよ。いいよいいよ、うん、うん、カウンターにアフロ豚丼メガいいっすね。うまい、うまいから、うん、このまま終わりたいかな。今も終わりってことじゃないでしょ。深いままこれ以上いっちゃうと、これ以上関係性を深めてしまうと、うん、別れる時に辛くなってしまうってことで、はい、嫌いなとこ見えちゃう。結構来てるんですか。ちょっと静かすぎて怖いね。確かに静かですね。この量静かに。確かにブルーハーツでも流れてるぐらいの大音量でね、そういうスタンスかと思いきや、冷蔵庫の音とか聞こえてくるぐらいのジーッと、うん、すごい体験やこれ。確かに大盛りを静かに黙々と、うん、甘だれ系なんですかね、うん、焼き鳥のタレに近い。お腹いっぱいですか。俺大食いやん。だからいや、それはね僕も見てきてるんで知ってるんですけど、うん、味聞いてコメント完全に氷河期ぐらいフリーズしてたんで、うん、メガって結構出るんですか。特盛りの方が多い。でも特盛りはいるんですね。すごい、めっちゃうまいっすね、ほんまね。めっちゃうまい。マジで、ね、最後これスープでいいですね、うん、俺のイメージでは海苔最後やったんですけど。え、そうなん。あ、スープだけ。お、なるほど、なるほど。どうですか。お湯並みですね。お待ちください。熱かったです。結構無理してたんや。無理して持ってたんや。いいやんこれ。ほんまに熱いですね。うわー、絶対なんこれ、やばいぞ。おい、ありがとうございます。全然ちゃうと思う。おー、いい、ボヘミアンラブソディぐらい
曲変わってるわ途中で。なんじゃおりゃ今日変わりすぎて。映画の音ですか？クイーンの曲の。ああ、ごめんなさい、僕ちょっとあの、クイーンに対して無知なんで申し訳ないです。他に例えもらえます？クイーン好きじゃない人でも。コニスの王子様ぐらいテイスト変わってるわ前半と後半で。ああ、前半と後半のこの、うん、パクトー漫画になったからボールで吹っ飛ぶみたいな。まだまだそっちの方が分かりやすかったですけど、うん、行きましたね。出るわ、全然平らげましたね。美味しすぎるよこれ。いや、よかったですよ。アフロで残してたらほんまにちょっとそれは。これ何、うん、一味ゆず七味みたいな。あー、うまそう。すごいすごい豚肉って甘みがすごいから、うんうん、こういう七味とか香り系すごい辛み、すごい、あのね唐辛子もすごい相性いいから、豚肉の甘みっていうのは本当にね、唐辛子とぴったり、相性いいね。黙って食べて。もう悔しかったよな、黙れって言われた。嫌やったな、黙れって言われた。入ってるなこれ。もしかしてあれか、もうないで。お前も食ってるだけやけど。うん。お前も食ってるだけ。うん。やけど。うん。あんだけ大盛りの肉丼食べたら、はいはい、生えてると思うわ、さすがに。頭皮の方がもう生えてると。うん、もう来てる細胞が。あんだけ養分取ったら。マジっすか、うん。確認させてもらっていいですか。うん、なあ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 じゃないですよね。NHK 敵になりますから。ダメです。なんすみじゃないんですよ。え？すごい量ですから。増えてた。いや、もうほんま人工的なぐらい。これほんまに生きてるんですよね、一応これ毛根ね。いやー、よかったです、よかったです。よかった、生えてて。すごい量、すごい量。味はずっと生えへんけどな。すごい量ですから。ありがたいです。いや、ほんまですね。ごちそうさまでした。ゆとり行こうぜ、ゆとり行こうぜ、その向こう